皆さんこんにちは、ビーレジェント小林です。今回は、本社の方にですね、スペシャルゲストをお呼びしまして動画を撮影させていただいております。はるばるですね、鹿児島からお越しいただきました。もう知ってる方はね、ご存知かと思いますけども、ヒゲ先生の名前で、はい、ボディービル界では大変有名でございます浅見先生にお越しいただきました。本日は遠いところありがとうございます。はい、で、今回はですね、お医者様で外科医でいらっしゃって、もちろんこう人の体についてはもうそこら辺の競技者よりもはるかに詳しく、でそして浅見先生自身もボディービルダーとして数々の大会に出場をされて、優勝経験も、あるということで、こう誰よりも人間の体、そしてボディービルダー、こう競技者の体というのを熟知していらっしゃる浅見先生からですね、大会を目指してトレーニングされている方に向けて、大会で勝つためにはどういう体を作っていったらいいのかということについてアドバイスをしていただこうと思います。それではもう早速本題に入らせていただくんですけども、競技のカテゴリーによって若干違いはあると思うんですけども、ズバリ競技で勝てる体、どういった体なんでしょうか。はい、これは大会を見に行った人あるいは出た人が分かると思いますけれども、やはり花を持っている選手が、やはり人の目を引く、もちろん審査員の目を引く、そしてその花っていうのはやっぱりなぜ花なのかというと、やっぱり強い意志だと思いますね。ですから強い意志というのは大会で勝つという、勝ちたいというだけではなくて、トレーニング長い間楽しかったなと、そして自分はこの1年この2年こういうトレーニングをしてきたなと、その充実感を含めて準備が、やはりその人の舞台での振る舞いというか、その人の発せられる花となって出てくるんだと思います。それは別にニコニコ笑ってるようがムスッとしていようが、表情なんていうのはどうでもいいんですけども、やはり体全体、表情、顔つきから発せられる、やはり花だと思います。非常に大雑把なんですけど。なるほどですね。はい、大会をねご覧になったことのある方でしたら、今の浅見先生の質問でなんとなくピンとくるものがあるんじゃないかなと思います。やはり美を競い合うような、側面のある競技ですから、やはりこう出てきた瞬間の雰囲気というか、本当にすごい選手はもう最初に舞台袖から出てきた瞬間、もうこの人優勝だなっていうような雰囲気を持ってますもんね、はい、なのでやっぱりそういう雰囲気というのは、その単純な筋肉量とか絞りの問題だけではなくて、こういかにこうトレーニングに向き合って自分と向き合って、こう苦しい減量を乗り越えてステージに上がるかというその取り組み方が、もうすべてその体であったり表情であったり、そういうところにもう出てきますよと、そういうことですよね。もちろんマッスルコンテストですから、女性にしても男性にしてもマッスルがあることは基本ですね。ですからマッスルをなくて、いわゆる枯れすすきのようになった体を見せるっていうのではないわけですね。ですから鍛えるっていう部分っていうのがやっぱり一番、鍛え抜いた体を披露するわけですから、そしてかといって永遠に筋肉っていうのは好きなように大きくなるわけじゃありませんので、やはりその時点でどう見せるか、そこがポージングであるし、ポーズと間の間でもあるし、いわゆるその動作、その振る舞いですね、先ほども言いましたように、やはりそういうもので錯覚の妙で観客、審査員に見せるわけですね。ですからオフでただジムでトレーニングをしてガンガンやるのもよし、でも例えば彫刻なら彫刻、何が素晴らしいんだと、
その彫刻に動きがあった時にどう見えるんだと、まあ、そういう自分の体を見せる時のその知識っていうか、そういうものもあると、まあやはり同じようなオーラを発している人たちの間でも差がついてくると僕は思ってますので、まあですから、まあやはりそういうのを研究をしてきた、あるいは勉強してきた人は花のある中でもまた違う輝きを持つっていうことで、まあよりトップに近づくんじゃないかと僕は思ってます。なるほどですね。はい、浅見先生以前のこうブログで美的感覚ということを ねおっしゃってもらしたと思うんですけども、本当にこう常にこう他人に披露した時にどう見せるかどう見えるかというのを意識しながらオフでもしっかりトレーニングしていく、でポージングの練習もしていくことで、そのやっぱり普段の取り組み方がもう良くも悪くもこうステージで出てくるということですね。神経と筋肉っていうのはまあ、やはり、まあ、僕もよく書いてますけど、筋肉っていうのは神経の命令を聞くだけになってますので、けれどもその命令はやはり繰り返し繰り返しいつも与えてないと、例えば舞台に立つちょっと前だけこういうふうに立つんだよ、こういうふうに見せるんだよっていうのを短時間でそんな学べるもんじゃないと思います。ですからいつも時間を見つけて自分はどう見えるんだ、この立ち方はどうなんだと、まあいわゆる二の腕だけを見せるんではなくて、あるいは胸だけを収縮させるんではなくて、みんなまあ広げた状態で自分の体はどうなんだっていうのを、やはりそういう、まあ、チェッキングしてる人たちがやはり少しやはり上に行くのかなと大会を見てて思います。なるほどですね。はい、特に初心者の方がどうしてもおろそかにしがちなポイントですよね。はい、やはりこう大会に出場経験がないとやっぱり想像しがたい部分でもありますので、どうしてもこうしっかり鍛えて筋肉を大きくするとか、頑張って減量して体脂肪を削っていくっていうところは、こう初心者の方、大会初心者の方でも想像しやすいと思うんですけども、やはりそれはまあある意味そのみんなやってることなので、そこからさらに一段上の存在感を出してしっかり上位に食い込んでいく、そして優勝を狙っていくとなると、やはりそれ以上にこう表現の部分をしっかり普段から磨いていく必要がやっぱり出てくるということですね。もちろん全員が全員表彰台に登れるわけではありませんし、はい、その壁紙があってみんなのがあって自分が表彰台だと思いますし、表彰台に登ってもてっぺんに登らなければやはり悔しいですから、まあ、でも登ることだけが全てではない。でもけれどもコンテストっていうのはやはりてっぺんに登ってこそ嬉しいものですから、それを目指したいならば、まあやはり人と違う個性を、しかもその個性が独りよがりのものでない、まあ多くの人が見てもかっこいいなと、これは すごくかっこいいなという、やっぱりそういうものを身につけてもらうといいなと思います。で決してそのひねればいいってもんじゃない、あるいはマスクラすればいいってもんじゃないけれども、どうひねるかっていう、まあ、自分がかっこいいと思うそういう選手を真似していくっていうのも、あるいは追っていくっていうのも僕はいいかなと思ってます。まあ、いいお手本になる選手を見つけて、 その方のもう真似をしていく、真似をして、そして自分の個性にしていくと。まあ、やっぱりこう最初から自己流でそのかっこよさっていうのを追求していくと、どうしても浅見先生今独りよがりとおっしゃってましたけども、やっぱり自己満足の世界で終わってしまって、ステージに立ってみたら、あれこうちょっとなんか期待してたって違ったなっていう結果になりがちなので、まあやっぱりこの優れてる人、自分が本当にあこの人かっこいいな、この人みたいになりたいなという選手を見つけていただいて、まあ、その方のこう真似をしながら、背中を追いかけながら自分を磨いていくというのも一つ表現力を磨いていくのが効果的ですよね。うん、その他に何かボディービル、まあ、フィジークにおける表現力を磨いていくのにおすすめの方法というのはあったりしますか？そうですね、
まあ、やはり繰り返し練習する時間を作らないといけないと思います、はい、例えばもちろんジムでトレーニングするのはもう当たり前のことだし、ダイエットするのも当たり前のことなんですけども、例えば雑誌を読みながら、あるいは外の景色を見ながら自転車を漕ぐ、私はもうあれは全くこうマスターベーションだと思います。やはりもう燃やすときは燃やす、体は燃やすことに集中する。であるいはポージングの練習をするんだったら、ポージングの練習をもう10分でも15分でもポージングの練習だけをする。まあ、やはりその神経っていうのは器用なようで器用でないので、まあ、やはりその時間をそのためだけにメリハリを作ってつけて、やっぱり作ってもらうっていうのが最終的にはきちんと仕上がって、 いわゆる嫌味のないその人の個性になっていくんじゃないかなと思ってます。なるほどですね、はい。本当にお医者様らしいアドバイスが出ましたけども、やはりその神経と体のつながりというところで、どうしてもこう時間がないというふうにやっぱり言い訳をしがちになってしまうので、その時間を捻出するためにちょっと何かをしながら、例えば有酸素運動したりとか、気分転換で音楽聴きながら有酸素運動をしたりとかですね、する方たくさんいらっしゃると思うんですけども、それでなかなかこう神経と体がうまくつながってくれるほど器用ではないということですね。そうですね。なるほどですね。例えば、まあ、僕は人に聞いてもらうほど弾けませんけど、ピアニストなんかと話をしてみるとですね、はい、あるフレーズを、まあ、繰り返し弾くんですけれども、そのフレーズを別のフレーズと組み合わせて弾いてみる、あるいは全く別のパートから弾いてみる、そして全部を弾いてみて、突然ある音を立てて、まあ、例えば観客の咳、いろんなものを起こしてみて、どこまで弾けるか、まあ、そのいろんな、まあ、パターンの練習をして、そして何気なく最初のイントロダクションから始まって、最後まで、まあ、感動させることができるんですね。ですから、まあ、その間にもいろんなパターンの練習をするわけです。例えば家だけではない、いろんな外の場所、あるいは全く違うピアノを使ったり、まあ、ですからジムのトレーニングにしても一箇所でするんでもない、やはりいろんな場所、今はいろんな場所がビジターでもできますし、はい、ありますし、あるいは別の場所、あるいはそのパートを変える、いわゆる体にいろんな変化をつけながら、刺激の変化をつけながらも、でもある意味では大会に向かって道は一つだという、まあ、一つのコンフュージョンメソッドっていうのがあるんですけども、まあ、そのパターンに慣れてしまうとちょっとの変化でも脆いっていうのも人間の体の面白さですから、自分でできる範囲で適当にコンフュージョン、いわゆる混乱をさせて、そこでまた強くなりながらっていう調整の仕方もありだと思いますね。なるほどですね、はい。特に大会になるとこう予想外の事態がそうです起きます。もう必ず起きますよね。やっぱり時間が押してしまって、パンプアップ始めたのにいつまでたってもこうステージが始まらないとか、こうカーブアップしていい感じでパンプしてきたのに、あ、ちょっと冷めてきちゃったなとか、そうですね、ちょっとなんか水分が抜けすぎてる気がするなとか、まあ、いろんなこう予想外の事態が起きてしまう。でそれにいちいち慌ててしまったり、ストレスを感じてしまったりすると、余計にそれが体に悪影響になって、コンディションの見た目にもやっぱり出てきますよね。そしてそれが持たないですね、うん、まあ、やっぱりその大会だけではありません。結局はそんなに簡単に筋肉の形を密度は高めていけないわけですから、まあ、やはり楽しまないと続けられないわけですから、そして続けていかないと形は変わっていかないわけですから、まあ、やはりそれで燃え尽きるっていうのではなくて、まあ、やはり少し余裕を持たせてると、まあ、いいと思いますね。しかも家庭を持ってる人がやっぱり多いわけですから、その間にイライラして家庭や友人を壊しては結局は何もならないわけですから。なるほどですね。まあ、なのでこうしっかり自分に向き合って大会に向けて、まあ、努力するというのも大事なんですけども、しっかりその努力が継続できるように、あんまりこう予想外の事態からこう刺激を受けてそれで壊れてしまわないように、こうある程度
環境に変化をつけながら、こうどんなこう状況でもしっかり集中してできるような練習をやっぱり普段からしておくことが、こう大会で、まあ一つの大会で結果を出すだけではなくて、それが2年3年とキャリアを積んでいって、自分の体をインプルーブさせていくことにもつながっていくということですね。まあやはり例えば県外の大会に出る、あるいは移動手段、まあ、いろんなストレス、突発事故が起きるわけです。で、まあ、そんな時に、まあ、トレーニングをしないといけない。という時に、まあ、例えば、本当は足の日だ。腕の日だ。でも、そういう時、やっぱり、フレキシブルに、まあ、今日は胸だけでもいいんじゃないか。まあ、そういう時に面白い発見も生まれるわけですから。まあ、でも、この何も種目がない時に、この種目から始めた時に、意外と面白い発見がありますので、まあですから、まあそういうものもまた、さっきも言いましたように、錯乱法と言いまして、体にショックを、変化を与えて、まあ喜ばせるっていう、それがやっぱり、まあ精神的にも、まあ余裕があると思いますね。そう、捉え方の違いで、そうやって予想外の事態が起きて、予定通りのことができなくなった時に、まあ、それをこう障害と捉えて、もう邪魔をしてくるものだと感じてしまうのか、それがこう体を惑わして新たな刺激をこうくれるものだというふうにポジティブに捉えるのかでも、やっぱり同じことをやるにしても、それこそこう神経と筋肉の反応が全然違ってくるということですね。慣れも必要ですけど、慣れは逆に言うと手抜きでもありますので、その辺のところをやっぱりうまく使っていくといいと思いますね。なるほどですね。はい。